実際、朝鮮の野蛮人を懲らしめることは、韓国、フランスだけの問題ではありません。彼らは私たちのフランス司教様3人と神父様7人を殺害しました。神様の意志に逆らう彼らの野蛮行為は、信頼を持つ全ての信仰者を敵にした愚かな行為でした。実に恐ろしいことです。 朝鮮人はまだ開花しておらず、そのようなおぞましいことを犯していながら、過ちを反省することを知らないので、さらに残念なことです。今回、提督様がその全てのものに対する賠償を受け、彼らを悟り、フランス帝国の偉大さを示し、神様の歴史を立て直すことを信じています。ははは、オペルト会長のような方が、こうして支援をしてくださるので、必ずその思いが叶うでしょう。 ローズ提督は気分が良さそうに満面の笑みを浮かべた。その時、補佐官が入ってきて、晩餐が準備されたと知らせてきた。ローズ提督は自らオペルトを晩餐会の準備した場所に案内した。4. 朝鮮の神秘。晩餐は主に提督をはじめとする上級将校らが対話を主導する中で行われた。オペルトは彼らの会話に参加することができなかったので、 席が窮屈だった。食事を終えた後、提督は初めてオペルトに話しかけた。オリビエ大佐に大まかに話は聞いたのですが、まさかそれが全てではないでしょう。朝鮮遠征に参加する意図が、オペルトはナプキンで唇を拭いた後、わざと商売人特有の陰険な表情をしてみせた。ことはこれだけ進んでいるのだから、今後は円膜を張らないという意思を相手に示すためだった。 私が朝鮮に入ろうとする理由は宝物のためです。宝物なんです。朝鮮の地にオペルと会長の興味を引くような宝物があるなんて気になります。その宝物というものを手に入れたら私も分けていきましょう。ローズ提督の言葉に将校たちは笑い出した。オペルトも提督の機嫌を取るため豪快に一度笑ってしまった。夏中の笑いが収まるとオペルとは口を開いた。 私が知っている限りでは、朝鮮には質のいい絹や高麗人参、金物などがたくさんあると聞きました。しかし、何といっても、宝物の中の宝物は、その根っこが子供くらいの大きさの三人なのに、朝鮮の人々はその三人を、同時神と呼ぶそうです。その冬、三だけで食べれば、お年寄りも若くなって、不老長女になると聞きました。 2000年前、中国の始皇帝がこの童心を救おうと朝鮮の地に奉仕たちを送ったとも言います。しかし、始皇帝は結局死んだのではないですかもちろん始皇帝は亡くなりました。童心を探せなかったのです。童心は確かに山に育つ天然高麗人参の一種ですが、その名の通り、童心高麗人参です。 遠くから見ると三人だったのに、近くで見ると他の草の葉に変わっていたり、ある時は同時に化けたり、またある時は怖い蛇に変わって人々を追い払ったりするそうです。それでは、同心を掘り出した人は誰もいないでしょうね。そうですね。実は、同心は伝説の中に登場する神秘の薬草なのかもしれません。しかし、それに劣らない三人は、 たまに発見される場合があるそうなので、それでも一度手に入れてみます。三人なので、三人はシンマという専門の薬草使いによって発見されますが、彼らは山に入る7日前から体と心をきれいにし、肉は遠ざけ、毎日天に祈りを捧げていたそうです。そうすると夢に三神が現れ、三人の場所を占ってくれるというのは本当に不思議なことです。 3人がどれだけ貴重な薬草であるかというと、一生に一、二目掘っただけで運命を治せるほどです。それでは、朝鮮には不老不死の人々が多いでしょうね。それで三千公子投票法、ついという言葉ができたんです。三千公子投票法策だって、それはまた何ですか